はい、レオンチャンネルです。プレ版で新たなアイテムが予約開始になりましたので見ていきましょう。まずは、デフォリアルのエグゼイド。これめっちゃいいポーズじゃない？価格はいつも通り6600円で、エグゼイドはいろんな決めポーズありますが、これ来たかと思って。で、しかもさ、もともと目が光るライターだから本編でも、これはデフォリアルの発光ギミックと合うよね。感じの運命は俺が変える大変身で、アクションゲーマーレベル2と。デフォリアルもだいぶいろんなシリーズが揃ってきたな。ゲーマーであるエグゼイドらしい決めポーズを取った形で造形、前後約15センチの中に瞳を模した複眼の造形やピンクや黄緑を用いた印象的なカラーリングなどエグゼイドの特徴を再現し凝縮。さらに複眼にはクリア素材を採用し発光と。手のひらサイズに凝縮した仮面ライダーエグゼイドの魅力をぜひお手元でお楽しみくださいと。もうこのシリーズは過去に何度も紹介してますので、なんか最初はね、造形がちょっとふわっとしてた部分もあったんだけど、最近はいい感じにエッジがかかってて、決めポーズも良くて映え系のフィギュアになってますよね。で、おー、はるか！アマゾンオメガじゃん。発売するんだ。めっちゃ嬉しい。狩り開始。で、6月発送で、発行前と発行後、ハコダイザーがついてて電源オンすることで、目が光るって感じですね。15センチサイズなので、アーツと同じなんだけど、ディフォルメ体型でだいぶ存在感あります。あー、裏側の、こういう細かい部分までしっかり色分けされてて、いいっすね。好きなライダーがデフォリアル化されるのは最高。ガイムとか来てくんないかな。じゃあとりあえずこれポチります。はい、レオンチャンネル仮面ライダーエグゼイドデフォリアルをポチりました。そして、あ、これこれ。ジードの予告があったやつね。ギャラクシーライジングアーツ来ましたよ。これでゼロとジードと一般販売したアルファエッジね。サンウルトラマンが勢揃いって感じで、ただ、ギャラクシーライジングの見た目は僕やっぱあんまハマってないんだよな。まあ最終プリミティブにちゃんと戻りましたけど、結構情報量がさ、多めというか、ジードの顔にあんまり首から下のイメージが合ってない感じがするんだよな。まあちょっと派手すぎなんだよな。いろんなウルトラマンの要素が入ってるのはわかるんですけどね。で、光線技状態や構え状態、ちょっとなんか暴走っぽいポーズになってるけど、でも変わったこの流麗なさ、特殊な造形なんだけど、それ綺麗に再現されてるな。すげーな。ウルトラマンアーツ7480円で7月発送です。そしてアルファエッジ用にゼットランスアローが付属するんだ。おー、熱い。それはてか、Z ランスアローも、なんか意味深な登場の仕方でしたけど、形状がオーブランスと同じだから、オーブとのつながりがあるかな、オーブとのつながりをちょっと示唆された感じでしたね。これもポチります。はい、レオンチャンネル SH フィギュア2ウルトラマンジードギャラクシーライジングをポチりました。それ以外は特に新しいものは来てませんが、一般販売の衝動の、これね、ラインナップが公開された衝動のボックスがプレ版でも買えますよと。まあ、これは7月に普通にボックスで発売するやつだったり、ビルド系、エグゼイド系、勢揃いで。エグゼイドの前の衝動すごかったっすからね。あとはコンバージ仮面ライダーの21弾、6月の、これは一般販売ですね。シクレが一種と。この中だったら誰？ 1000% さんを真っ黒く塗って仮面ライダーザイヤかなと思うんだけど、コンプリートフォーム21とか、まあ、完全新規造形とかシクレできたりするから、コンプリートフォーム21、21か、だったり、あとはシャドウかな、最高さんの。そういうのもありえそう。あとはあれか、エスパーダ、ドラゴンアランジーナとか、友情変身のさ、トーマの。そういうのもありそう。いろんな可能性がある。それ以外は特に新しいの着てませんが、スーパー戦隊シリーズ T シャツってことで、劇場版の交換に合わせてこういうのも予約受付開始と。あ、ちなみに僕は週明けの月曜日か火曜日あたりに
映画は見に行く予定です。それ以外は特に目立った新しいものはありませんね。あ、でもあれだ、あ、でもベルトコレサついに3次受注まで行っちゃいましたね。9月発送まで行っちゃった。でもちゃんとさ、1次2次逃しちゃった人も買えるようにしっかり受注続けてくれるのすごいいいですね。これでネオディケドライバー難民をなくそうみたいな、そんな感じだよな。あとちょっと気になったのが、トップページでめちゃ押されてるこのガールガンレディっていう特撮ドラマの関連アイテムがプレ版で発売なんだって。アタックガールガン、4月6日よりドラマイズム枠で放送開始で、これがほら特撮ドラマガールガンレディより撮影で使用されたアタックガールガンの1分の1プラモデルに門脇マツコバージョンが登場、過去石井アンナさんと。要は本編でこれと全く同じものが、まあ、どういうドラマか全くわかんないんだけど、そのプラモデルが本編では使われてるんだって。それを発売と。へえ、どういうドラマなんだろう。ちょっとみんな武装してる感じだけど、結構なんか複雑なデザインでかっこいいっすよね。3300円で6月発送。あ、ブロマ付き。へえ、なんかアイドルキャストを使う感じなのかな、の別バージョンで、なんかアニメでありそうな感じの見た目ですよね。これもブロマイドがついたりとか、アタックガールガンっていうのがつくそうです。実際に撮影に使用されたってすごいよな。じゃあ最初から墨入れとかが入ってんのかな。そこまではないか。これちょっとポチろうかどうか迷ってるので、詳しくわかる方教えてください。あとは魂ウェブ関連になるけど、メタルビルド10周年でデュナミスのリペア3が、これ一般販売なんすよね。26日予約解禁で、もう買えないもん、一般販売。ていうか普通のデュナミス出してほしい。そして、龍神丸のメタルビルドも出るそうです。そろそろ、源田鉄章さんのボイスで喋る龍神丸欲しいですね。あとはメタルビルド次はハイニューって言われてますよね。でも僕も一通り買ってるけど、グラハムガンダムもね、相当良くって飾りっぱなんだけど、やっぱ F91 とストライク、エールストライクとかストライク系好きかな。って感じで新たなアイテムがいくつか予約開始になっておりますので、今回ポチッとアイテムは下にリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。あとそろそろ2月の下旬ってことで、またプレ版アイテムがドット到着するはずですから、その辺もまた順次紹介したいと思います。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。